ありがとうこざですこ。こそれでは今回なんですけども、D 払いが ID 決済、対応 D カードミニオ、D 払いに統合へ、ドンキホーテでバニラビザ10%還元ということで、今回はあの、NTT ドコモが提供する決済サービス、D 払いがついに ID 決済に対応するという情報、そして、ドンキホーテが提供しているマジカのちょっとしたお得な情報もありましたので、大きく2つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速1つ目ですが、お題の通りこちら、D 払いが ID 決済に対応するということになりました。 もともと D 払いにはバーコードを見せて決済をするか、もしくはバーコードを読み込んで決済するかのどちらかだったんですが、今回はそこにかざして決済ができる ID 決済が可能ということになります。まあ僕も普段はメルペイとかで ID 決済をすることがあるんですが、もう余分な動作がない分、これはもう個人的に嬉しいですね。 で、この ID 決済なんですが、元々のドコモはお財布携帯対応機種で利用可能な D カードミニというサービスがあったんですが、この度、その D カードミニと D 払いが統合して ID 決済に対応するということになります。そして対応端末なんですが、現時点では Android のみが対応となります。まあ参照した資料によると、第1段階というふうに記載があったので、まあ iPhone などの iOS 端末に関しては、第2段階でまた発表があるみたいです。なので、まあ僕 iPhone ユーザーなので、まあちょっと気軽に 待ちたいいなと思いますで、利用可能となる日程は2019年の11月19日の火曜日からとなりますので、明日からもし Android 端末で D バレを使って ID 決済を試したいという方は、ぜひ利用してみるものいいのではないでしょうか。 で、画面線はこんな感じですね。ちょっと参照資料から引っ張ったので、ぼやけてて申し訳ないんですけども、D 払いのアプリを開いたら、左の画像なんですが、ID という項目が追加されますので、まあ、そこをタップしたら、右の画像のように ID で決済の画面というのが切り替わります。こちらは今11月18日は出てないみたいなんですが、これは11月19日から表示されるみたいです。まあ、以上が D 払いについての解説でした。 そして二つ目はこちらドンキホーテ限定マジカでバニラビザギフトカードを購入すると最大で10%分のマジカポイントが還元されるというキャンペーンが始まりました。まあこれはよくドンキホーテを利用される方、なおかつマジカを利用される方であれば嬉しいキャンペーンなのかなと思います。キャンペーンの期間は下にも出てる通り、2019年の11月18日から2019年の12月15日までの約1ヶ月弱開催がされます。 で、このマジカに関しては、今出てるようにマジカランクというものによってポイント付与率っていうのは変わってきます。なので、とりあえずマジカを持ってる一般会員の方やブロンズ会員の方でも1%は還元されるので、今回のこのキャンペーンでマジカでバニラビザを購入したら最低でも5%は付与されます。なので、これはこれで結構お得ですね。 で、対象商品はこの2種類となります。今出てるようなバニラビザギフトカードバリアブル3000から1万円の分と、もしくは封筒バニラビザカード3000から10万円までの分ということですね。これは間違いないようにお願いします。以上がドンキホーテ限定のキャンペーンについてでした。 ま、そんなことで今回は D 払いが ID 決済に対応するということと、ドンキホーテ限定のマジカとバニラビザについてお伝えさせていただきました。まあ、先ほども解説しましたが、D 払いが ID 決済に対応するというのは、ちょっと個人的には嬉しいですね。まあ、全然関係ないんですけど、あの ID 決済の時の、タンタンっていう決済音がちょっと個人的には好きです。一応下の概要欄に今回お伝えした2つの情報についてのリンクも貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。